皆さんこんにちは、ひなです。今日はですね、私の大好きなブランドでもあるコスのアイテムを使ってデートコーデ5体をご紹介していこうかなと思います。もうね、今ちょっと1個着ているんですけども、これも実はコスのアイテムなんですよ。めっちゃ可愛いです。で、普段私ね、お買い物はオンラインですることが多いんですけども、サイズ感であったりとかもよかったらぜひ参考にしていただけたらなと思います。すごくシンプルなアイテムなんだけど、どこかこうファッショナブルな印象もあるアイテムたくさんなので、ぜひぜひ最後まで見ていっていただけると嬉しいです。それではスタート。はい、それではまず一つ目のコーディネートはこんな感じで作ってみました。めちゃくちゃ爽やかな、夏のデートコーデなんですけども、このコーディネートのテーマはですね、こう美術館であったり図書館ですね、あとカフェに行くっていうようなデートのイメージでコーディネートを組んでみました。私の中でそういったところにデートに行くならば、こういったちょっとこうきちんと感の出るようなシャツを着て出かけたいなっていうイメージがあるので、こちらのまずね、コプリンシャツっていう、シャツを合わせてみたんですけども、すごく色鮮やかなブルーのシャツで、まあ、他のカラーもあるんですが、私はこのちょっとポイントになるようなブルーのカラーを選んでみました。それが特徴的で、少しねこう長めのデザインになってます。それがまたとても可愛いんですけども、メンズライクになりすぎず、でもこう女性らしさがきちんと出るような丈感やラインの出方なので、とっても使いやすい一枚になってます。で、ボトムスなんですけども、このパンツめっちゃ形が綺麗です。ちょっとこうステッチがね入ってるのもポイントになってるんですけども、テーパードの形になっていて、少しでもこうカーブ感が出てるような印象になるの伝わりますかね。それがとっても今年らしくって、このブルーの色合い、そしてこのデニムの色ととっても可愛く組み合わせができたんじゃないかなと思います。で、これに少し爽やかさをよりプラスしたいなってことで使ったのがこちらのバッグです。めっちゃ可愛いですよね。このクシクシ感とかが本当にトレンド感のあるバッグになっているなと思ったんですけども、手にこうやって持っても可愛いし、袖にかけても大丈夫な持ち手のサイズ感になってます。で、こちらのバッグなんですけども、ファスナーでここが開け閉めできるタイプになっていて、内側にポケットがついています。すごくこう荷物もたくさん入るのでね、やっぱりデートの時ってメイクのお直しだったりだとか、荷物ね、ある程度入れていきたいじゃないですか。でも大きすぎると嫌だしっていうところで、本当にバランスのいいバッグなので、こういった感じのファッションにもすごくぴったりなバッグだと思いました。1つ目のコーディネートはこんな感じでした。I always give away too much、It's like I've got no sense of touch。はい、それでは2つ目のコーディネートはガラッと雰囲気を変えて、こういった感じのより夏らしいデートコーデ考えてみました。こちらの私の中でのテーマなんですけども、海にドライブデートっていうテーマでコーディネートを考えています。本当に夏らしいこのリネン素材のワンピースになっていまして、一見シンプルなんだけど後ろがね可愛いんです。こんな感じで肩のこの部分が結んであるデザインになってて、少し背中がざっくりと開いたようなデザインになってます。ちょっとこう上品なシンプルなんだけど、この後ろの部分はファッショナブルでデザイン性のあるワンピースで、すごくこうデートにもってこいの1枚になってるんじゃないかなと思います。で、それに海ってことだったので、このハットですね、やっぱり夏はかぶりたくなっちゃうので、私もよくかぶること多いんですけど、このつばが広がりすぎずでコンパクトすぎずっていう、本当にちょうどいい絶妙な広がり具合なので、ハットかぶりたいけど挑戦しづらいなっていう方もとっても使いやすいデザインになってるんじゃないかなと思います。で、少しこの帽子は下の部分をこう深めにかぶるとよりバランスが取りやすいので、ぜひそういう風にかぶってみてほしいです。そしてコスのアイテム、もう一つがこのサンダルなんですけども、可愛いですよね。少しこうごつめの黒のペタンコのサンダルなんですけども、レザーが特徴のサンダルになってます。これもねこうステッチが入っててカジュアルな印象なんですけど、こういった上品な女性らしいワンピースに合わせることで、少し足首が見えているので
でより足の華奢さだったりだとかが強調されるのでとても可愛い組み合わせなんじゃないかと思い選んでみました。まあ、本当にさらっとした感じのね動きやすいワンピースなんですけども、私の身長で、まあ、さっきも言ったみたいに少しこう足首が見える感じなので、下にフレアのデニムなんか淡色のねデニムを持ってきたりして着回しをしても可愛いと思います。あんまりこうシワとかもそんなに気にならない感じなので、ほんとライブに持ってこいかなと思いますし、あとはなんといってもここサイドにポケットもついているので、ポッとね携帯とか入れたりしても便利な、そしておしゃれな1枚のワンピースコーディネートでした。はい、それでは3つ目のコーディネートはこんな感じで作ってみました。ちょっとこうメンズライクなズルズルコーディネートっていうのをイメージしてコーディネートしてみたんですけども、個人的にはすごく好きなコーディネートになっています。割と最近夫とねデートに行ったりとかするときに、夫とちょっとこう雰囲気を似せたいっていうこともあるので、私自身が少しこうメンズライクな印象のアイテムを選ぶことも多いんですけど、個人的にこの白シャツのサイズ感、シルエットがたまらなく好きで気に入っているアイテムになっています。このコーディネートはさっきも言ったみたいにメンズライクなちょっとこうズルッと感のあるようなコーディネートなので、こういったコーディネートで私たち夫婦はお買い物に行ったりすることが多いです。なのでお買い物デートかな。色味はベーシックなねこういう白と黒でまとめてはいるんだけど、サイズ感が本当にこうデザイン性のある感じのトップスボトムスになっているので、なんだかシンプルなんだけどファッショナブルな印象があるよねっていう、そんなコーディネートですね。まずこちらのシャツが透け感があって、よーく見るとね細かいデザインですね、シワ加工がこうされているようなシャツになってます。首元がこうすっきりと開いているようなシャツになって、袖もね割とこうしっかりとあるような感じなので、今私が着ているみたいに1枚でボタンを全部閉めて着るのも可愛いですし、開けてちょっと羽織として着るみたいな着方もとっても可愛いです。2つ目のアイテムのワンピースに合わせても素敵だと思います。でパンツ、これがすっごい可愛いです。ハイウエストのそしてワイドの涼しげのある夏らしいパンツになっているんですが、結構珍しい気がします。こういった夏の素材のパンツで黒のワイドパンツ、いろんなブランドさんから出てるかもしれないんですけども、コスのこのパンツはとにかくラインが綺麗、超足長に見える、そしてこのワイド感がたまらなく可愛いので、これもかなりおすすめしたい。個人的に特にこれもお気に入りのパンツになってます。すごくないこの足長効果、もうびっくりしたんですけども、1個持っているだけでかなり使えるアイテムと思いますね。で合わせた靴が先ほど使ったこの、レザーのステッチのサンダルです。ちょっとゴツめのサンダルなので、さっきみたいなワンピースに合わせても可愛いんですけど、こういったもうメンズライクな感じに持ってきても相性抜群の万能サンダルです。髪の毛も私自身がミディアムショートぐらいの髪の長さなので、ふわっと感ではなく少しこうタイトにまとめてかっこよく決めたりしてます。髪の毛がロングの方はまとめたりとかするのも素敵だと思います。はい、そんな感じで3つ目はちょっと大人っぽいこういうかっこいいデートコーディネート考えてみました。それでは4つ目のコーディネートをこんな感じで作ってみました。大人っぽいコーディネートに仕上げてみたんですけども、これは記念日デートをテーマにコーディネートを組んでいます。やっぱりこう記念日デート、ちょっと大人っぽくより女性らしいイメージでコーディネートを組みたいのと、程よいこう肌見せで色っぽさとかも出るといいなっていうところでコーディネートを組んでいます。これはこのトップスとパンツがコスのアイテムなんですけども、パンツは、さっきの3つ目のコーディネートの時に履いたハイウエストのこのパンツを合わせてます。やっぱりすごく形が綺麗ですよね。でこのパンツ、さっきはこうペタンコのねサンダルに合わせてたんですけども、今回はちょっとこうヒールに合わせてみました。やっぱりこうヒールに合わせるとよりこう足長効果っていうのがかなり出るので、足元ヒールの組み合わせもかなり抜群に可愛いです。そしてトップス、これもねシンプルなんだけど、また後ろがめっちゃ可愛いんですよ。このクロスのデザインが可愛くて、背中がちょっとだけちらっとこう見えるようなトップスになっているんですけども、これも素材がこうリネン素材のものになっているので、かなりこう涼しげな印象はあります。で最初
私自身これをこう選んでいる時に結構サイズ感的に外国人のモデルさんが着用してたのもあって、サイズ感どうだろう、結構私が着るとここら辺ががっつり開いちゃったりだとか、この脇の部分とかねどうかなっていう心配はあったんですけども、意外とこう着てみると全然こうサイズ感問題なく着れてますね。まあ、ただこう何かこういうチューブトップなんかを下に着て着る方がより安心かと思いますので、そうやって着ていただけると可愛いです。あとは中にシアのトップスとかを着たりしても、秋ぐらいになっても全然着れるアイテムなのでめっちゃ可愛いと思います。で、形が少しこう広がっているような A ラインの形にもなっているので、かなりこう華奢見えするようなデザインになっているのもポイントです。ちょっとこう身長が高く見えるような大人っぽいコーディネートにこの組み合わせだとなるので、2つ目ね、オールブラックでそちらもコーディネート組んではいるんだけど、またこうガラッとねアイテムを変えるだけで印象が変わって見えるので、ぜひ記念日デートの時はこういった組み合わせをおすすめしたいです。はい、それでは一番最後のコーディネートはこういった感じの爽やかなコーディネートを組んでみました。コスのアイテムがこちらはトップスと一番最初のコーディネートでも使ったこのデニムを組み合わせてみています。このコーディネートはブランチデートっていうテーマでコーディネートを組んでいます。まあ、こうお昼ですね、まあ、夜っていうよりは少しこうカジュアルな雰囲気もあって、なおかつちょっとこうおしゃれな大人っぽい雰囲気であったりだとか、そういう部分がこう演出できたらいいなっていうところでアイテムを選んでいます。まずこのトップスですね、オフショルのトップスになってるんだけど、本当に華奢見えするトップスになってます。めっちゃ可愛いです。これは中が半袖で上からこうかぶせるタイプになっているトップスなので、カジュアルなんだけどこの肌見せが、ちょうどいい感じで、すごくこうデニムとの相性も抜群なトップスだなって思いました。で、色はアイボリーとかではなくもう真っ白です。これに黒のパンツを持ってきてもかっこよく決まると思いますし、デニムだとちょっとこういった雰囲気のカジュアルな印象にも変わるので、1枚持っていくと印象がガラッと変わって着回し力も広がるアイテムですね。で、合わせたボトムスがさっきもお伝えした1つ目に合わせたこのデニムを合わせております。やっぱりねこのパンツもかなり形が綺麗なんですけども、さっきはシャツを青としていたんですが、トップスがちょっとこうピタッとした感じの生地感のトップスなので、あえて今回はボトムスインをしてウエストを見えるようなコーディネートにしてみています。まあ、やっぱりもうデニム白の組み合わせっていうのはもう間違いなく可愛い組み合わせですし、まあ、でもここで普通の白 T にデニムにしちゃうといつもの定番コーデになっちゃうので、ブランチ少し背伸びしたいなっていうデートの日はこういったオフショルのトップスを持ってくるといいんじゃないかなと思いますね。あとはやっぱりこうスニーカーとかではなくヒールを持ってきたりだとか、少しこういう小ぶりなバッグを合わせるということでデートっぽさがより出ると思います。かなりこのトップスもストレッチが効いているし涼しげで着心地がかなりいいので、他のカラーもあったんですけども、ぜひぜひこちらをチェックしてみてほしいです。はい、というわけで5体のコーディネート、テーマ別でデートコーデでご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。いや本当にねコスのアイテムすごく私も好きなので、何回か私の YouTube でもご紹介したことがあるんですけども、私自身が福岡に住んでいるっていうこともあって、まあ、お仕事で東京に行ったり旅行でね関東の方に行ったりするときにはよく店舗に行ってお洋服をチェックしたりしています。なので普段こっちですね福岡に住んでてお買い物するときはオンラインのショップを利用することが多いんですけども、サイズ感とかどうしてもやっぱりこうどうなのかなっていう部分があると思うんですね。なのでぜひ私の身長とかを参考にしていただいて今回お洋服を選んでいただけるといいんじゃないかなと思います。まあでも本当にねサイズ感は普段ご自身が選んであるサイズのものを選んでいただいて全然問題ないかなっていうのは私自身がオンラインでお洋服をゲットしてみて感じた感想でもあります。本当にねシンプルなんだけどでもどこかこう人と違うようなこうファッショナブルな印象が出るアイテムがたくさんあって、すごく可愛いアイテムいっぱいなので、ぜひぜひコスで夏服他にもあるのでぜひチェックしてみてください。今回ご紹介したアイテムは概要欄の方に
詳しく載せてますので、よかったらそちらもご覧ください。はい、てなわけで今回はコスで5体の、デートコーデをご紹介してみました。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ではまた、バイバーイ。